はい、皆さんこんにちは。今日は1981年から82年に放送されたテレビドラマ、北の国から、本編のお話をゆっくり解説していきたいと思います。これは、長いぞ。本編だけで24話、スペシャル合わせたら21年間だからな。五郎さん、純也蛍も子供から大人へと成長してるし。そうね、ここでは本編版として基本情報、登場人物や気になったエピソードを伝えて、きっと続編ができると思うわ。この前の前役お袋様、同様に倉本聡さんの脚本で、大自然の中で一家が暮らし、成長していく姿を描いているんだよな。よく知ってるぜ。見てたからな。妻、玲子と別れ、二人の子供を連れ、東京から生まれふるさとの北海道富良野に戻った黒板五郎は、水も電気もない廃屋で暮らし始める。ドラマの内容だけでなく、北海道の雄大な自然、四季、山、畑、花、動物たちが映像に組み込まれていて、その撮影は絶対大変だったと思うな。本当よね、スタッフさんは五郎さんたちよりもっと過酷なことしてたかもね。口を挟んですまん、それでは人物紹介言ってください。それじゃ、行くわよ。五郎さんは田中邦衛、玲子役は石田あゆみ、純と蛍は吉岡秀隆と中島智子。蛍は第1話では、小学2年生で、蛍は割と父親に馴染んでいるけど、純は辛い生活に絶望してる。背景、恵子ちゃん、自分には北海道は向いてないと思われ。なんていつも手紙に書いてた、この恵子ちゃんへの手紙は本当に送られてたのかな。純は蛍に母親に自分を救ってくれという手紙を出すのを頼んで、それを蛍は川に落として、そのまま追っかけて行方不明になっちゃったりする。手紙を出すのは大変だったから、書いてるだけだったかもね。本当はそんなことなかったけど、純は父親に蛍だけ愛され、自分はのけもの感を感じていたんだよな。この頃、五郎との会話は全て敬語になってるし。そんな、純をなんとなく励ましてくれるのが、底抜けに明るい岩木光一の、ソータ兄ちゃんだったり、つらら、熊谷美雪や、ゆき子おばさん、竹下恵子、だったりする。ここの関係は微妙で、ソータにはつららという恋人がいるのにゆき子に惚れてたりする、軽いからね、ソータ兄ちゃん。ソータの父親は、五郎の親戚にあたる聖吉おじさん、大滝秀治が演じてる。中畑のおじさんは、ちいたけお、この辺の登場人物は実際に富良野にいる人物たちがモデルでもあり、倉本聡、女の北の人名録、にも出てくる。あとは、やっぱり陽子先生だな。原田美恵子。東京で何か問題を起こしたらしく、分校の教師をしてるけど、UFO と交信できるエピソードがあるな。また、それが蛍とか巻き込んで、警察沙汰になって、テレビのワイドショーのネタになって、文校を追い出される事件に発展しちゃうのよね。倉本さんの本に、ニングル、という北海道に住む小人の話があって、その中のエピソードで、知る権利じゃなくて、知らん権利、がある、ってのがあったな。正確には、知らん権利、放っとく義務、よ。ニングルは倉本聡の思想の原点で、この陽子の事件がテレビで騒ぎになる、なんてのはそういう観点からのような気がするわね。女好きのソータなら、まず陽子先生に惚れる気がするけどな。でも北の国からは、スペシャル版も含め恋の話だなって思う。五郎もスナックで働く小ゴミ、小島みゆき、に惚れちゃったり、ゆき子おばさんが恋人に会いに東京に帰るときに、ソータが子供の純の気遣いに真剣に話すシーンがあったり。ソータはその後、ゆき子を断ち切るため、ボクシングにのめり込むんだよな。でも結局、ゆき子に戻っちゃうのもソータらしい。ゆき子おばさんといえば、純と車で出かけて吹雪で動けなくなり、小吉の祖父の木ねじ、大友雄太郎の馬ぞりに助けられたこともあったわね。みんなに嫌われてた木ねじだけど、純は助けられたこともあって違ってたんだ。木ねじは川に落ちて死んだ後、五郎は木ねじの気持ちを知る。まあ、他にも水道を引く話、風力発電、丸太小屋、玲子が北海道に弁護士、宮本信子、とやってきて、蛍が見送りに行かなかったシーンや、大晦日のシーンなどいろいろ紹介したいエピソードは山ほどあるわね。雨、雨、降れ、降れ、母さんが、あれ？だな。そして、さよなら1980年、五郎、君たちのこの一年の頑張りは父さん一生忘れないだろう。さて、そんな中どうしても紹介したいのが、第23話、私の中の神回、破れた靴、というサブタイトル。うん、うん、覚えてる。この回は号泣もんだな。最終回1話前。玲子が死んで、純と蛍、ゆき子は葬式に出るため東京にやってくる。でも、五郎が来てない。そんな中玲子の最古の相手、吉野、伊丹十三、がいる。この回、純は恵子ちゃんに会いに行くんだよな。でも恵子ちゃんは親の都合でアメリカに引っ越しちゃって、会えなかった。再婚相手の吉野が純と蛍のボロボロに破れた運動靴を見て、新しいを買ってやって、
古い靴はその場で捨てちゃった。その靴は父さんが買ってくれたもので、二人は雨の日も風の日も履いていた思い出の靴、それを父さんに黙って捨ててしまったと思ってる。ずっとそのことを考えた二人は思い立ってその靴を探しに行った。探していると警官がやってきて、お前ら何してる？と少し咎めるように言われたけど、事情を説明すると悲しい境遇を知った警官が一緒になってその古靴を探してくれるのよね。その警官は平田充で、一生懸命靴を探す姿を見て、純は涙がこみ上げてくる。あのシーンは見ている方も涙、涙。実は、捨てられた靴を探しに行くきっかけは、聖吉おじさんが、五郎が来るのが遅れた理由を聞いてからだったんだよね。ちょっと長いけど、そのシーンは動画で紹介します。いくらもう正式に別れたって言ったってさ。そうよ、じゃあ吉野さんどうなんだよね。あの人そういう言い方すれば全然責任ない立場じゃない？そういうふうにああやって友達まで連れてきて一生懸命徹夜までしてさ。誠意が違うよ、大体誠意が。大体子供の気持ち考えたら一緒に来るのは当然じゃない。それなのに遅れてきてまたパーッと帰っちゃうの。え？結局よっぽど憎んでたってことかね。それは違うんじゃないんですか。深い事情はわし知らんですよ。けどそれは違うんじゃないんですか。いやいや、五郎は早く来たかったんです。純や蛍やゆきちゃんと一緒に飛んできたかったんです。あいつがどうにも来れなかったのは恥ずかしいが、この金なんですよ。金がどうにもなかった。あの晩あいつわしとかに金借りして、恥ずかしいがうちにもなくて、近所の親しい農家を起こして、大人一人と子供二人、千歳までの台と飛行機の切符、やっと工面して、で立たせたです。翌日、中畑中、あれの友達がそれ聞いてびっくりして銀行に走って、でもあいつそれ受け取るの渋って、だからね、あいつ汽車で来たんですよ。一昼夜かかって汽車で来たんですよ。飛行機と汽車の値段の違いわかりますか、あなた。この前の大滝さんのおでんのエピソードもいいんだよな。それまでユキコに冷たく当たってたような態度に対してのお話。もう、本当に紹介したいエピソードはたくさんあるんですけど、かなり駆け足解説でした。本編、スペシャル版、機会があれば、また解説していきたいと思います。皆様、最後までご視聴、本当に。ありがとうございました。